どうもお疲れ様です。 FX オリガルヒの久保です。今回ね、 FX でどうしてもなかなか勝てないという方からのご相談いただきまして、その方に対して FX オリガルヒに入ったら勝てますよということではないんですけども、いろいろと聞いていく中でね、やっぱりこれはまず第一歩が間違えてるなということでアドバイスをさせていただいたんですよ。で、改めてなんですけども FX でね、損失を出すって、これ順序立ててやっていけば損失は出ないんですよ、ね、損失が出るとかね、300万負けたとか500万負けたって人はもうまず間違いなくおかしな方法とか自己流自我流でやってるんですよ。もしくは誰かに教わっていてもなんか妙なね、その人しかわからないノウハウで教わってるんですよ。FX オリガルヒはテクニカルでトレードしてます。で、このテクニカルのトレード方法もどこの FX の本にも載ってあることでやってます。だからそんなに難しくないのと、あとはね、どうしても1円もかけずに FX を攻略したいんであれば FX の本を買ってきて自分でやってください。本のお金さえ払いたくないんだったら、検索すればいくらでも FX の基礎知識とかね、テクニカルの戦法とか書いてますんで、私から言えるのは逆田語法ぐらいはマスターしてください。で、ここからまた本題に戻りますけども、どんな順番でね FX に取り組んでいけばいいのか、これを分かりやすくお伝えしますんで、聞けば損が出るわけないってことも分かります。元本保証みたいな言葉じゃないですよ。 FX のトレードのスキルがないのにお金を入れてやるからダメなんでしょ。それから負けてる間にやめるから負けが確定するんですよ。よくよくその辺を咀嚼していただいてね、そんなに難しくありませんから、これから順番にお話します。しかもかなり短いです。この順番でもしね損が出るとしたらもう異次元です。それは聞いてください。まず第一段階は何をすればいいのか、それは FX や投資の基礎用語をちゃんと頭に入れて、その基礎用語一つ一つがどんな意味なのかを理解してください。これは FX の本の最初の基礎用語のページにも書いてますし、検索すれば FX の基礎知識っていうのが出てきますからね。それをまずやることなんですよ。無数にはありません。例えば大学受験の英単語はだいたい1900覚えろというふうに受験生にテキストや参考書で言ってます。私も1900覚えました。イデオモってやつですよ。で、友達とイデオモの出しっことか単語の出しっことかしましたよ。1日にね30個とか40個覚えて1年間かかるんですよ。そう考えていくとすごい、大学受験17歳18歳にしては難易度の高いことやったなと思うんですけども、 FX の基礎用語って50か60しかないんですよ。ただできるでしょ、さすがに50か60。その時点でこの基礎用語50、60が覚えられない、もしくは覚えるモチベーションがないんだったら FX には立ち入らない方がいいです。これはまるでね、運転免許を取る記憶力も暗記力もないし応用力もないのに自動車の運転をその辺の行動でするようなもんなんですよ。事故を起こすでしょ。免許を持ってる人ですら事故を起こすんですよ。なんだったら自動車教習所の先生でも交通事故を起こすんです。そういうことを重ねて考えたら FX の基礎用語を覚えたぐらいでね、 FX で負け知らずになることはないです。ということはつまり FX の基礎用語ぐらいは覚えないと話にならないんですよ。私からお勧めするのは、 FX を始めようと思ったらね、最初の3ヶ月ぐらいは単語に集中してください。 FX の基礎用語に集中してください。100も200もありません。50か60で終わりです。そのくらいで十分です。ピップス、レバレッジ、NG、聞いたことあるでしょ。これをちゃんと人に説明できるレベルで覚えればいいんですよ。これが第一段階ね。この第一段階が十分できたと思ったら次の段階に進んでください。この時点でまだ FX の口座開設なんてしてませんし、 MT4 をダウンロードもしなくていいです。ただ英単語を覚えるように FX や投資の基礎知識、基礎用語、基礎概念を頭に入れるだけなんで、それこそね、トイレにそういうのを紙に書いて貼ったりとかね、単語帳に表裏書いて、こうやってね、いろいろ、ああ、ありがとうございますって受験生みたいにやってください。
ここは誰がやっても同じですからね。この時点でお金損します、投資で損します、100万200万なくなりますということなんですよ。 FX オリガルヒの第一段階も皆さんにこれをやっていただいてます。はい、それではね、基礎用語、基礎概念が頭に入った、暗記したぞと思ったら第二段階、何をすればいいのか。それはテクニカルトレード、つまり FX における公式を覚えてください。公式というのは、高値圏でダブルトップなら下落する可能性が高い、こういうふうな公式です。これを覚えていくってことなんです。テクニカルトレードって言っても無数に手法が編み出されてます。私がお話しするのは基礎の基礎の基礎の基礎ね。坂田五歩、ゾーン、フォーメーション分析、そしてエリオット波動、どれも聞いたことあるでしょ。この4つマスターするだけです。それ以外やることはありません。先ほどの基礎概念、基礎用語を最初の3ヶ月でやってください、集中してそれだけやってくださいとお話した後、最初の半年間はこの4つのテクニカルを徹底的に頭に刻んで、この公式を頭に入れ込んでください。この時点で FX の口座開設もまだしてませんし、 MT4 のダウンロードもしてませんね。で、なんとか基礎用語、基礎概念は頭に入ったんだけども、テクニカルの公式、テクニカルトレードの方法4つがね、エリオット波動がなんか意味がわからん、ゾーンって何や、これが理解できてないんだったら FX にトライするのはそこでやめた方がいいですね。単語があって、まず次は公式を積み上げる、これが第2段階までにすることです。どうでしょうか、お金損します、これ。で、テクニカルもちゃんと覚えました。何回やってもテクニカルもパーフェクトです、ね、そこまで行きましたらね、今度は何をするか、 FX の業者にお願いしてメッセージを送ってね、まあ最近はアフィリエイトもあるんで、それはアフィリエイトして、まあ、口座開設してください。そして FX ができる環境を整えて、そこにまあ1万円とか2万円入金する、もしくは入金しなくてもいいです、やってください。そうすると FX の口座開設をすると、なんだかね、コミッションがもらえるセルフバックみたいなのもあります、ポイントサイトもあります、まあそれはどこでもいいです。 FX の口座開設して次に何をやるか、お金はかかりません、デモトレードをやってください。デモトレードね、お金全くいらないでしょ。デモトレードで今まで培った基礎概念、基礎用語とテクニカルトレードの4つのノウハウを使って、デモトレードで勝ってください。デモトレードで勝てないんだったら絶対に入金してリアルトレードはやらないね。とにかくデモトレードで今まで培った力が本当に当てはまるのかどうなのか、このデモでお金をかけずにスキルを確かめるんです。模擬試験みたいなもんです。まだだなと思ったら、まだまだだなと思ったら、またテクニカルやり直したりとか、基礎用語、基礎概念が間違ってるところがないかチェックするんですよ。徹底的にやってくださいね。徹底的にじっくりやって、最初の1年はデモトレードをやるんですよ。いいですか、最初の1年12ヶ月、最初の3ヶ月は基礎用語、基礎概念、最初の半年間はテクニカルトレード、そして最初の1年はデモトレードね。で、デモトレードで勝ち越せるようになったら、週で切ってもいいし、月間で切ってもいいですけども、とにかく一定期間で勝ち越せるようになったら、負けることがあっても結局は期末までに勝てるようになった、勝ち越せるようになった、100が101になった、100が110になった、その程度でいいです。勝ち越せるようになったら初めてリアルトレードを検討するんですよ、入金をするんですよ。ここまで1年以上かけてください。まあ1年かかんなくてもいいです、半年でもいいです。ただし、そこまでにちゃんと基礎用語も覚えた、テクニカルも大丈夫、デモトレードも勝ち越している、その上で FX の口座開設してリアルトレードですよ。これでどうやって100万200万なくなるんですか、ね、そういう風に進めてこない人が、お金がなくなった、全然勝てませんっていう風になるんでしょ。勝てないんだったらリアルトレードに進まなきゃいいだけね。練習試合ばっかりやる、模擬試験ばっかり受ける、受験の本ちゃんはもう先延ばしするんですよ。そうでしょ、何のために FX やるんですか、面白いからですか、金を増やしたいんでしょ。じゃあお金が増える見込みがないのにリアルトレードしちゃダメじゃないですか、ね、そんなこと言っていつまで経っても FX できないじゃないかって思うかもしれませんけども、それは誰のせいですか、ね、
早く暗記する、早くテクニカルを頭に入れる、早くデモトレードで勝ち越す、これやって何年かかるのかってのは誰のせいですかでしょう。時間が空いた時だけやるんだったらそれは長い期間がかかっちゃいます。でもみっちりやるんだったら、まあどんなにねのんびりでも、能力の差はみんなありますけども、まあ、1年なり2年で勝ち越せるんじゃないですか。それで勝ち越せないんだったらリアルトレードしなければ損害はないでしょ。ね、FX に取り組んだ人がみんな勝つわけじゃないんですよ。みんなは勝ちません。少なくとも今私がお話した段階を経ない人は勝てませんよ。そんなのデモトレードで勝ち越せたからといってリアルトレードで勝てるとは限らないのに、デモトレードで勝ち越せもしない人がリアルトレードの重圧に精神力にかなうわけないんですよ。誰が相手なんですか。誰ですか。自分と他のプレイヤーでしょ。他のプレイヤーの中には私みたいな10年以上のキャリアを持ってる人、10年はないか、8年以上のキャリアを持ってる人とか、私が育てたね、年間で2800万勝つような、そんな化け物もいるんですよ。その人に FX の知識、テクニカルトレードの使い方、それからデモトレードでの勝負、勝てますか？勝てないんでしょ？勝てないのに同じステージに慌てて立つことはないです。リアルトレードの世界はね、それこそ有名なトレーダーだって、来てるし、なんかよくわかんない仕組みでね、システムで何億円もかけた仕組みで自動的にやってる人ももしかしたらいるかもしれないんですよ。それこそ国際金融資本かユダヤ金融資本かわかんないけども、為替を操作してる人もいるっていう風に都市伝説もあるわけでしょ。そんな大物相手にでも勝てないような力の人が勝てるわけないんですよ。テクニカルの4つの手法すら覚えられない人が勝てるわけないんですよ。基礎用語の暗記すらできない、50、60の暗記すらできない人がどうやって勝つんですか。だからこれは無理だなと思ったらその時点で諦めるか、さらに頑張って力をつけるしかないじゃないですか。ね。まだ力が備わってないのに一か八かとしてリアルなトレードをするのはギャンブルですよ。そんなことを私は FX オリガルヒでは教えていませんし、速稼塾限定動画でも言ってませんよ。ね、よく冷静に考えてもう一回頭切り替えてください。デモトレードで勝ってますか、勝ち越せてますか、十分デモトレードやってますか。なのにリアルトレードはもっと難しいんですよ。デモトレードの中ですら勝てないのに、練習試合で勝てないのに、本番の世界チャンピオンがいるようなところで勝てますか。カモンなって終わりですよ。置き銭にして終わりですよ。ね。30万負けたらやめるんだって決めて、30万負けて傷が安く済んだじゃないんですよ。その30万の置き銭をする人が一定毎回毎回出るから私みたいなのが生き残るんですよ。ね、置き銭でやめるんじゃなくて、勝てるまででもトレードをやる。もしくは自分のトレードに自信がある程度つくまではテクニカルをしっかりやる。で、その基礎として、基礎用語、基礎概念の暗記をする。これが難しいんだったら FX の世界に入んない方がいいですよ。で、逆に言うとね、FX で何百万負けましたとか何千万負けましたみたいなサムネイルで動画を撮っている人いると思いますけども、その人はロスカットっていう概念を知らないのかって思いませんか。ロスカット、エントリーと同時にロスカットライン引いときゃどうやって3000万負けるんですか。10万だって負けませんよ。自分の力量に応じたロットを入れるんですよ。もしくは自分の力量がまだリアルトレードに勝てないんだったら、デモトレードでやっていけばどうやって何百万何千万負けるんですか。っていうか1円だって負けないですよ。そういう風に進めていくもんじゃないかなと思いますけどもね、うん、その他なんかあるんですか。いや、この私が今ね15分ほどお話した内容で、それでも金がなくなったとかね、トレードで負けたっていうんだったら、それもう異次元ですよ。もう異次元でしょ。どうやってデモトレードでお金がなくなるんですか。銀行口座からお金がなくなるんですか。それは銀行強盗なんですよ。はい、ということでね、多少面白おかしく話しましたけども、その通りでしょ。それ以外のこと私は特に申し上げませんよ。ちゃんと基礎用語を覚えて、テクニカルをちゃんと身につけて、デモトレードそれを確認して確認して確認して、例えば3ヶ月クォータルしたら勝ち越せたなと思ったら、ある一定のレベルになったわけでしょ。そういう人がリアルトレードに来てももっと戦いの場には強い人がいるんですよ。リアルトレードで2年3年勝ち越しっぱなしっていう人がいるんですよ。
その人には、たかだか半年1年、デモトレードで勝ち越した人が、どうですか？有利ですか？群れを借りるつもりで、それでも、行かないといけないでしょ。でも、逆に言うとね、逆に言うと、甘い考えの人が多いから、真面目にやれば FX は、ちゃんと、勝てるんですよ。大いなる勘違いをして取り組む人がいるから、きちんと物事を進めてやれば勝てるんですよ。じゃあ何をもってきちんと FX をするか、するというかっていうと、先ほどから何回も話したように、基礎用語を覚えるまでは次の段階に進まない。次の段階はテクニカルのマスター。テクニカルをマスターするまで次の段階行かない。次の段階は何かっていうと、デモトレード。デモトレードで勝ち越すこと。デモトレードで勝ち越せるようになるまでは、リアルトレード行かない。FX の口座開設すらしない。でしょ？FX の口座開設しないんですよ。FX の口座開設もしないんですよ。FX を始めたって。FX の口座開設、焦らないでくださいね。そんなのは半年後、1年後でいいんですよ。だから大体ね、FX の口座開設するタイミングとか、その問い合わせのタイミングで、この人は勝てないんじゃないかなと私は思っちゃいますよ。焦りすぎだと。今口座開設しても、あなたがリアルトレードする必要は全くないですよ。っていうふうに心の中で思いますけども、ですね、そこはね、やっぱりね、私たちは部活ってものをやりましたよね。中学高校の頃、1年生は草取りでしょ、声出しでしょ、玉拾いでしょ。それと同じように、1年とは言いませんけども、最初の3ヶ月はみっちり基礎用語、基礎概念に努めてもらいたいなと思いますね。これは私が知っている、あなたのような人、私の動画を見てくれた人が FX でなるべく損をしないでほしいから言うんですよね。私の FX ノウハウの提供するスキルっていうのは、今お話した内容、これが全てです。特別な方法言ってないでしょ、わけのわかんないこと言ってないでしょ。基礎の基礎の基礎、王道の王道の王道、これだけです。私にしかできないような方法なんてありません。 FX をリアルに、はっきり言って、本に書いてあること、ありふれたこと、それをやるだけです。お分かりいただけましたでしょうか。それではくれぐれも、特別な手法とか、ここでしか勝てないですよとか、このツールがいいですよ、このインジケーターダウンロードしてみたいなことを、そこに飛びつかないでください。完全に否定はしませんけども、まずね、FX の見地を深めなければ、まあ大怪我しますよ。何が本物か分かんなくなるでしょ。最後に FX の自動売買ツールを買う人ってのはどういう人か、よく考えてください。それは、裁量で勝てない人、FX の勉強せずに勝ちたい人、売る人はどんな人ですか？ FX のツールを売る人、FX の裁量で勝てない人、FX で真面目に勉強したくない人、FX のツールを売ることで儲けようとする人、ね、FX の自動売買ツールを作るのは誰ですか？プログラマーです。FX の専門家ではありません。FX で裁量で勝てる人はそんなプログラムを必要としません。どうでしょうか？じゃあ今回は以上です。頑張ってください。